Magtration Technology。 マグトレーションとは、磁石によるふるい分けという意味を表すマグネティックフィルトレーションから作られた造語で、磁性対粒子の反応を自動化させるために開発された PSS 独自の技術です。この技術により、これまで困難とされていた磁性対粒子のコントロールを容易にし、非常にシンプルな動作の装置でありながら自動化工程のリスクを回避するシステムを実現しました。それでは DNA 抽出を例に、マグトレーションテクノロジーの仕組みをご説明しましょう。はじめに前結をタンパク質変性剤を含む液で溶解します。細胞壁が破壊され、露出した核から DNA が溶出してきます。チップが吸引突出を繰り返すことで、 DNA と磁性対粒子が攪拌されます。磁性対粒子は溶液が攪拌されることで効率よく DNA を吸着します。しかしこれだけではまだ不純物も多く混在している状態です。次に磁性対粒子を磁石によりチップ内壁にトラップし、洗浄液の入った別のウェルに移動させ、再び吸引突出による攪拌を行います。このプロセスを繰り返すことで、磁性対粒子から DNA 以外の不純物を取り除いていきます。エタノールで洗浄し、最後に滅菌水や低濃度塩で検濁し、 DNA を磁性対粒子表面から溶出させ、高純度な DNA 溶液が回収されます。磁性対粒子をチップ内壁にトラップし、このチップが試薬の入ったウェルを移動することで反応工程を行う、これがマグトレーションテクノロジーです。マグトレーションテクノロジーを利用することで、この他にも様々な分野において応用の可能性が広がっています。PSS ではこのマグトレーションテクノロジーを組み込んだ様々な容量や検体数に対応する DNA 抽出・解析システムを製作しています。